実はここで毎月1回映画に関するトークショーもやってます。あれあれシネマトークって言って、映画好きが5人集まって、本当に金太郎さんもそうなんですけど、今日ここに2人来てるじゃない、はい、でそれも皆さん来て聞いて痛いとも OK なので、ぜひ来てください。あれあれシネマトークって言って、よく俳優の名前とか映画のタイトル忘れるんで、あれあれシネマトーク僕の女性遍歴をシネマトークで言います。これ実際に起こった話です、すべて。それにすべて暴露してる僕を捨てた3人の女性に捧げるシネマトークウィメン、女たち、俺は女が好きだ、いや好きだなんてありきたりな言葉を使うのは罰当たりだ。俺は女を崇拝し、信奉し、崇め、奉り、彼女たちの足元に貸し付く、そして足を舐める、舐めたい彼女たちは俺というどうしようもない混沌に光を投げかけてくれる月の妖精だ。俺はただの男、ロゴスという四角い塀の中で身もだえながら永遠にやってくるかどうかわからない自由を夢見る囚われ人、奴隷だ。奴隷といえば、俺が16歳の時、俺を性の奴隷にした同一の女を思い出す。彼女は俺に、セックスに変態も平常もないのよ、あるのはセクシャリティだけみたいなことを言っていた。あの時は一体何を言ってるのか今一つ分からなかったが、今では分かる気がする。あいつはただ適当なことを言って俺を食い物にしていただけなんだ美しいキツネ顔をしたもののけの女よ、俺はあなたに一生感謝する。あなたは俺を裸にし、生皮を剥がし、どこまでも広がる快楽の海へと解き放ってくれたからだ。俺は未だにその甘い海を漂い、時折おぼろている。あれから半世紀近い時の流れの中、数々の精霊たちがバサバサと翼の音を立てながら俺の体の上を飛び過ぎていった。ぐうたらな天使をして俺に襲いかかった小麦色の肌をしたブラジルの天使、クンドゥンブレーの巫女だった君は、俺の実家に悲しい霊たちが住み着いているわと言って、炙った松ぼっくりの煙を部屋から部屋へと巻き散らしながら裸のお祓いダンスを披露してくれた君といた2年半、俺はカエタのベローソとサンバとトーキングヘッズ以外何の音楽も聴くことを許されず、ジャンクフード、添加物、立ち食いそば、味の素一切なしの食生活を強いられ、ニューエイジ系の本ばかり読まさせてたが、君との日々は間違いなく最高のものだった。君は香港のホテルで俺のためにベリーダンスを延々と踊り、あまりにも延々と踊るので踊りに飽きた俺がテレビをつけると、君はバスルームへと走り、1時間シャワーの下で泣いていた。我が身長180センチの女選手よ、不届き者の俺を許してくれるだろうか。俺は君のことを書こうとペンを取ったが、原稿用紙100枚で収めるつもりが結局は400枚も書いてしまった。君は今生まれ故郷のベロスジョンチでどんな野生の夜を過ごしているんだろうか。俺が知っている数多くの役に立たない格言の中に、男は一生男を演じようとする少年であり、女は一生少女を演じようとする女である、もう一度言おう、男は一生男を演じようとする少年であり、女は一生少女を演じようとする女であるというのがあるわ。俺は一生少年であり続けることを心に受け止め、一生少女を演じる女たちを少女として愛していきたいと思っている。君たちの冷酷さと非情さは、その屈託のない笑顔と永遠の謎をたたえた瞳によって、超消しとまではいかないまでも 80% ぐらいは許されるべきものだと俺は思っている。聞いてるかい、
俺と別れて1週間も経たないうちに他の男と婚約したオリエントの女神を。俺はそれから何百日という長い間車に乗ってあてもなく荒野をさまようことになった。この時代、この都会というアウトバックの中、男が真剣に泣けるのは車の中ぐらいしかないからだ。おかげで俺は莫大なガソリン代と高速代を支払い、気がついたらポケットの中は空、心の中も空っぽ、車もガス欠の状態で自分の涙でできた湖の底に沈んでいた。でもそんな丸気な逃避行の中、俺の目の前にいつも浮かんでいたのは君の観音菩薩のような慈愛に満ちた微笑みだった。今では君を全てとは言わないまでも 80% ぐらいは許そうと俺は思っている。女神たちよ、俺はどんなに君たちに欺かれ傷つけられ涙を流すために会おうと、君たちとの恋を恐れるろくでな人には決してならないつもりだ。恋が永遠だなんてもうこれこっちも思っていないけれど、君たちと過ごした至福の瞬間に俺は常に永遠を感じることができたからだ。そして君たちは俺にほんの一瞬でも雨宿りの場所を提供してくれたからだ。ありがとうございます。全てのご提供